キチャンネル。ちょ、月曜ソチェックのお時間でございます。さあ、今週もね、プロ野球ゴールデンウィークに入りましたけど、しっかりチェックしていきましょう。ということでね、皆さん、ようこそ、佐々木チャンネルへ。月曜日、試合ありませんけども、楽しんでください。さあ、ということでね、まずは、パリーグから行きましょう。楽天対ソフトバンク。4月29日、雨天中止。30日、7対6で楽天サヨナラ勝ち。1日、2対1で楽天。楽天の2連勝。首位、キープというね、形になりましたけども、4月ね、30日。まさかの結末。ミス合戦から、最後もミスで自滅。っていうね、ところで、まあ、ソフトバンクはね、初回、三森先頭打者ホームラン。うわーっと。いいね。ベストラインいけるね、三森。いやー、大穴ベストラインに入れてなかったことが、残念。入れれたね。ね。で、野村フォアボール。で、柳田センター前。グラシアルセンター前。で、中村ね、フォアボールで押し出し。で、ノーアウト満塁から、中村のね、センターフライ。こう、犠牲フライになると思いきや、センター辰巳。グッスロー。ナイス。結構定位置だって深めの、状況で、三塁ランナー柳田っていうところをしっかりさせたっていうのは素晴らしい。送球。しかし、この三塁ランナー柳田。出足、ちょっとスピード乗るまでちょっと遅かったんちゃうかっていうね。乗ったら早いけど、ちょっと乗るまでの最初の、3メーター?5メーターぐらいが、若干乗るの遅かったなっていう印象はありました。5回、三森、レフトツーベース、野村バント、柳田ライト前ということで、流れ完璧。グッと流れ。ね。ここで1点取って、もう5回までに3対0、このままの勢いで行くかっていうところで、楽天、5回裏、鈴木がチョアボール、山崎バント、キャッチャーエラー、はい。バウンド合わせられず、若干こけ気味になって、で、投げられず、セーフ。これアウトにしとけば、0点だったかもわかんない。まあでもこれね、気持ちわかる。慌てるんだよね。セカンド投げようと思ったら、バウンドはずね、行き過ぎちゃって。で、ファースト投げようと思っても、こけてるから投げれない。わかるけど、バーッと。気持ちわかる。多分俺もバッと言われてる。ね。そして、辰巳バウンド。で、ワンアウト2、3塁になったから、隅田にサードゴロでも、西川がレフト前2点タイムリー。ぐーっと、この2アウトから西川打つのがね、いい形。しかもこの2点大きい。ね、0点だったところがね、2点。しかし、6回表、ね、6回表、代打上林、ね、サード、三塁線、鈴木大地よく取ったけども、ファーストコート、で、ランナー出て、柳町センター前、今宮バント、で、ワンアウトに三塁、同じ状況から、こちらね、カイスクイズ、グッて、カイスクイズ、ね、で、三森、ライト犠牲フライ、グッて、完璧だ。ミスからと、ここミス合戦で、2点、ね、与え合うっていうね。で、9回表、ね、2アウト2、3塁から柳町レフト前ヒット。で、セカンドランナーは、レフト西川、ホームへ、グッスロー。ね、外野手の守備、グッて、楽天。ね、まあ、完全にね、タイミングアウトだったけども、もうあの状況2アウトだから、若干それではセーフっていうことで、回すのはね、もう当たり前。これは仕方ない。レフト西川、グッスロー。ね、まあ、これで、6対3。モイネル出てきて、勝ったなっていう状況の中で、まさかの同点。ね、5番マルモレスポスね、アウトになって、鈴木大地、フォアボール。で、岩見、ね、代打。バーッと、かわせ。4、6、3、ダブルプレイ、終了。だった。えら。で、ワンアウト1、3塁って、辰巳空振り三振。で、2アウトから、銀次がね、ボーと、時。ね。あれ、まっすぐかな?なかなか難しい、あれは。ね。手だけでどうにか頑張るしかない。ね。で、フォアボール。で、2アウト2、3塁になって、まさかの西川、スリーランホームラン、ビッグからの流星群。これはすごいね。ここでホームラン。ね、で、同点になって、11回裏。これも2アウトからね、西川フォアボール。で、センター、小深田ね、ヒット打って、で、浅村のライトへ、サヨナラヒット。完璧負け試合から、逆転して、勝つっていうね。で、しかも、ここで一つの問題。9回裏。ね。川瀬。冒頭。まあもうなったものは仕方ない。でもここでもう一つバット。グラシアルレフト。カバー行ってない。あそこカバー行ってたら三塁行かれてなかったかもわかんない。そしたらまた状況違うかもわかんない。それをカバー行ってないから、ね。三塁カバー行って。で、遅れてね、三塁行かれるっていうね。グラシアルのベースカバー。バーッと。ベースカバーじゃない。カバーリング。バーッと。そういった小さいことのね、積み重ねができてない。もう定位置にずっといたからね、そういう基本だからね、野球の。そのね、カバーリング行くっていうね。ほんと。ああいう細かいところもあってね、でも失格、そこね、楽天。逆転ですからね、すごい。で、ここでね、杉本監督が、下位にね、防げたと。アウトコース構えてるの分かったけども、ホームランはいけないと。こちら、
動画の最後にキャッチャーを守る会自称名誉会長非公認佐渡崎かこの問題に対して意見したいと思います。これは一番動画の最後にちょっとまとめていきます。西武でもこういうことがあったんでね。さあ続いて5月1日2対1で楽天の勝ちということで、まあこれね、雨が降る中、正直もうね、いつ中断してもね、おかしくないような状況で、まあこういった時はね、もう最初から貪欲に1点ずつ取っていくっていうことがね、で先行して試合を進めて、いつ中断になってもおかしくないように進めていくっていうのが、まあ雨の試合の中の鉄則ではある中で、まあね、則本、コロナから復帰っていうところでね、ピッチング、特に左バッターのアウトコースストレートがめちゃくちゃ良かったね、コントロールも。で、そこから落とされたら、まあまあなかなか、厳しいかなと。ね。ソフトバンク打線も。まあ、チャンス作るけどね、一本出ないっていうね、この則本の粘りの投球っていうのは素晴らしかったかなと。まあ、ソフトバンクはね、9アンダー打って、ね、点取れないっていうね。9アンダー4、13出塁してるからね。13出塁して1点は、まあ、つながり悪いね。もう1回、2回、3回、4回、5回。6回、もう全イニング出塁してるからね、そこで一本出ないっていうのは、まあきつかったね。まあ、大関もね、非常に、そのキワキワ投げてたわけじゃないけども、5回89球、5安打4三振、3四球、1デッドボール、2失点と、まあまあ雨のコンディション悪い中ね、まあ試合、作れたかなと。いう中でね、楽天は3回裏ね、辰巳がセンター前、で、太田がね、送りバント決めて、西川がね、タイムリー。あのインコースをね、左ピッチャーのインコースをレフト前っていうね、状態いい証拠だね。で、4回裏。マルモロースライト前。で、鈴木大地デッドボール。で、ここで黒川がバンド失敗。で、辰巳がね、その後、絶妙なセーフティー。グーッと。あれ大きかったね。で、太田のね、ファーストゴロ。中村明もホーム狙ったけどね、雨でぬかるんでるっていうところもあってね、バランスも崩しながら、ホーム投げれなくてね、1点入ったっていう、この1点がね、大きかった。で、楽天はね、5回に、ワンアウトからグラシアル中村ヒットの時にね、グラシアル3塁狙って、ヘッドスライディングセーフだったけど、行き過ぎて、まあまあ仕方ないか。ね、雨で滑る。で、その後も柳町、上林、今宮と連打が続くけども、やっぱ雨で抜かるんでるから、走者も全力で走れないからね、ホームに帰ってこない。あれ、まあ、通常時だと、ホームまで、もしくは人工芝だとホームまで確かに帰ってこれた、打球もあったかもわかんないけども、雨っていうところもあってね、こういったところもね、この雨の試合、ね、大事なところである。気をつけなきゃいけないところ。で、まあ、その後、牧原がね、代打出てきて、まあ、回からね、代打で、まあ、これも雨でいつ終わるかわかんないから、もうここで勝負でやってですね、杉本監督打ったけども、最後、則本が、フォーク、ナイスボール。で、粘って、で、6回にね、高コールドで試合が終了ってなったんですけども、まあ、ここでね、今日日刊スポーツに、出れることで、言いたいことはですね、この黒川のバンド失敗。ね、あの、ノーアウト1塁の場面では、バンドをね、3塁側にするっていうのはね、鉄則だけども、そういう素振りも見せないで、もうピッチャー前にね、強く転がって、3塁封殺されるんだけども、まあ、ここでね、一番問題なのは、まあ、2軍の育成をどうするかっていうところで、まあ、2軍っていうのはね、結果を出さないと1軍に上がってこれない。だから、黒川もね、2軍で3割7人打ってんだけども、でも、1軍に来たらクリーンナップを打てるわけじゃないんだよね。で、そうなってくると、まあ、前々のね、佐々木さんで言ってもけど、プロ野球選手っていうのは、バンドをしたことない人ばっかりが入ってくるから、そもそもバンドなかなか上手い選手っていうのは少ないんだよね。でも、2軍で主力だからって言って、1軍で主力になるわけじゃないから、1軍に来たら、バンドも、進塁打も、エンドランも、できなきゃいけないんだよね。しかも、黒川っていう今の選手の立場だと絶対できなきゃいけない。でも、2軍でも、ギター1個しかしてないんだよね。そういうことを考えると、やっぱ2軍でもしっかり準備して、やっぱりそのね、打てるけども、バンドもしっかりして、1軍に来たら、こういうのを絶対やらなきゃいけないから、その技術をマスターしなきゃいけないんだよっていうところで、結果だけじゃなくて、そういうのも取り入れながら、それで結果下がったとしても、1軍は了解して、そういう選手も見回っていくっていうスタイルを取んないと、2軍でやってこないと1軍でいきなりできないからね。そういったところはちょっと準備ね、2軍も含めて不足だったんじゃないのかっていうところのね、佐々木の今日日刊スポーツの評論であります。ね。でもね、その後、辰巳がね、しっかりセーフティー決めて、あれはでかかったね。あの1点がね、結局が最後勝負点になってるからね、そういった意味でやっぱ雨の日1点ずつコツコツ取るっていうところで大事さっていうのが出た瞬間だったんじゃないでしょうか。結果ね、2勝で楽天の勝利、首位キープでございます。強い。続いて、ロッテ対日本ハム。29日、雨天中止。30日7対3でロッテ。1日3対9で日本ハム。1勝1敗の5分。
ていうところにね、なりました。30日、7対3でロッテっていうところで、この日はロッテ、山口祭りだ、わっしょい、わっしょいっていうね、4打数3で4打点1ホーマーというところで、山口にね、救われた勝利になったんじゃないでしょうか。ね。ロッテはね、初回チャンス作るも、潰しかけた中ね、2アウト1、3塁から山口のレフト前タイムリー。で、3回ね、また2アウト1塁から山口のレフト前タイムリー。強引に引っ張ってね。で、5回、2アウト3塁から山口のね、勝ち越しの2ランホームランのグッグッグッ。ビッグね。もう完璧にね、この流れ。しかも2アウトからっていうのがね、でかいよね。ここで1本出るかどうかっていうのはね、これはまあ全チームそうだけど、2アウトからチャンスで1本出るかどうかってすっごい大きいんだよね。その中で今回はね、3回も2アウトからね、1本出していくっていうところではチームをね、救ったんじゃないでしょうか。まあ日本はね、2回、まあ連打っていうところでね、アルカンタラね、ショートの内野安打。で、野村のね、サードゴロを福田がね、後逸して、ノーアウト2、3塁。で、こっから松本、清宮、タイムリー、タイムリー。で、宇佐美がバンドを決めて、で、浅間がね、ファーストゴロの間に1点取って、この3対0っていうね、この石川もね、今日7回106球、6安打6三振、無四球3失点と。でも立ち上がりね、球が高くて、まあ、そこをパンパンパンってね、日本が打って、いい形でね、3点取ったんだけども、まあ、石川もね、尻上がりに修正、していく中で、まあね、一番のね、日本ハムのポイントは、4回表だね、この3対2、3回裏にね、山口のタイムリーで1点差に追い詰められた中での、4回表の、攻撃、野村レフトへツーベース。ここで、好調松本、この日も3安打。ね、しかしここで見逃し三振。ここ最悪。右方向で進塁進めてたら、ひょっとしたら1点取れて、その大きく流れが変わったかもわかんない。で、その後、清宮セカンドゴロ、宇佐美三振というところで0点なんだよね。この3安打、これ1個だけ。逆に言うと、石川、ここで、しっかり抑えれたことが、その後の5回裏のね、山口の3-2ランをね、呼び込んだっていうところもあるから、このね、4回表のね、攻防がね、この日の一番のキーポイントだったんじゃないでしょうか。で、日本ハムね、噂は、5回94球、9安打2三振、2四球5失点と、ちょっと球高くて、ちょっとね、いつも高いんだけど、力なかったかなと。そこポンポンポンってやられて、ちょっと変化球が高め打ったっていうところはね、工程つけづらかったかなっていうところで、7対3でロッテの勝利っていう。で、1日、9対3で日本ハムっていうところで、日本ハムね、杉浦、5回87球、3安打6三振、無四球、無失点と、まあ先発ね、転向して、中でこの5回、この成績っていうのは非常にグッピッチ、素晴らしくだったんじゃないでしょうか。で、この日のね、内容も、両コースにストレート、本当にコントロールよく投げて、で、そこからフォーク落としたり、そこからスライダー曲げていくから、この軌道が厳しいとこからこう安定して落ちていくから、非常にバッターとしては、その目の付けどころっていうのは非常に難しかったんじゃないのかな、というところでね、問題の4回にやってまいります。ロメロ、3回3分の2、79球、5安打4三振、1四球、8失点、自責1、その後ね、オルマが投げて1失点ということで、4回9失点ね、もうね、ミキの悪送球から始まって、ね、ポンポンポン。今が三振するんだけども、松本レフト前。で、野村がフォアボール。ね。で、ワンアウト満塁から石井がね、あの、バットの立て方、うまかったね。ツーボールからね、思い切って打つっていうね、あのバットの軌道良かった。グッて。で、その後ね、ヌニエス、三ミキ、ファンブル。で、アルカンタラ、スリーラン。もう、ロベロ、切れちゃってました。切れるの早く。そこで切れちゃダメなのよ。ね。でも、気持ちもわかる。で、ここで終わっときゃよかったけど、その後もね、浅間センター前。で、ここで、ね、盗塁。で、三振するけども、近藤の時にパスボール。パスボール。さあ、と、守備頑張ろう。ね。で、その後センター前タイムリー。で、ピッチャー小沼に代わって、今川がライトへツーラン。今川ガーッツ。ね。で、ここで一球で。もうそれで、ゲーム、オーバー。これ、連打すごかったね。まあミスも、でも、ね、エラー2つにパスボール1つってミス、そら重なったら、そらきついよね。でもそのミスをね、ついていく日本ハムの打線っていうのは非常に、素晴らしかったんじゃないでしょうか。結果ね、9対3で日本ハムの勝利。ね、結果、1勝1敗の五分っていう形に、ね、なりました。続いて、オリックス対西武。29日1対0でオリックス。30日3対2でオリックス。1日2対1で西武。オリックスの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、29日1対0でオリックス。オリックス先発、ワゲスパック。5回93球、3安打6三振、2四球無失点と、まあ、ストレートをね、高低に投げ分けて、これすごいね、高めに行ったわけじゃなくて、キャッチャーも高め構えて、高低にしっかり投げ分けて、低めは角度ある。ね、高めは強くっていうね。で、そこから変化球も多彩で、まあ、フォーク、スライダー、ナックルカーブ、チェンジアップと。で、ストライク先行して投げていったから、それちょっとね、
厳しかったかなと。しかも初対戦というところではね、非常に素晴らしいピッチングになったかなと。で西武先発ね、高橋光成。8回106球、3安打5三振、4四球、1失点と。まあ、高まる数少なくね、変化球がすごく安定して、グッピッチだったかなと。まあね、チームは勝てなかったけども、非常に素晴らしいピッチングだったと思います。で、西武はね、勝てるチャンスに、ちょっとミスが多いっていうところでね、7回表ね、次がツーベース打って、で、金子、バントできず、進塁打も打てず、最後、あんな強いスイングいる？もうちょんと当てるだけでいいのに、なんかこう、微妙だったね。で、その後、源田ね、ライトフライ、オグレディサードフライと、まあ、1点取れずっていうところで、でもまあ、オリックスはね、9回裏、ピッチャー、平になって、もうオリックスはね、ほぼ、もう攻めてなし、ほぼこれ、ここ惜しかったなっていうところはね、全くなかった中で、9回裏ね、西野フォアボール食って。西野、最近いい働きしてるね。バントももちろんそうだし、フォアボールとかでね、結構点絡んでるイメージあるね。で、ここで次がパスボールパッと。なんで？だって、フォークか？あれはきついよ。取らなきゃ。ね。で、その後、紅林がね、しっかり進塁打打って、で、吉田敬遠して胸、レフトにね、詰まりながらも、サヨナラヒット。っていうところでね、まあ、ここだね。結局、金子が遅れず、紅林は送るっていうね。で、ミスがない中で、次がパスボール。これはね、痛かったかなっていうね。まあ、結果、1対0でオリックスの勝ち。で、30日、3対2でオリックスの勝ちっていうところで、まあ、この日はね、もうオリックス、伏見ね、攻めてない中、2発で勝利。その裏で、星伏見、グッズ。っていうね。まあ、伏見がね、3回金子、5回川野、盗塁ね、これしっかり刺して、ピンチを防ぐっていうところでは、非常にグスロでしたね。まあ、もうちょっとバッティングね。頑張ればいいところなんだけどね。で西武はね、先発、隅田、立ち上がり制球甘くなりね、1失点したけども、まあ、6回97球、6安打6三振、2四球2失点、試合作ってね、非常にいい形のね、ピッチングだったと思います。で、オリックスはね、山崎、6回99球、6安打4三振、2四球1失点、まあ、山崎幸はね、試合作るもまた勝ち星、つかず。ね、まあ、負けるときは豪快に負けるけども、このしっかり試合作ったとき勝ち星つけさせてあげたいね。そうするもっとトントントンっていける能力はね、あると思うんだけどね。で、その後、その中ね、西武は7回を見てね、牧野、バット折りながら、センター、ね、宇宙間抜けるスリーベース、グッて。バット折れてんのに、パンって、あれよく飛んだね。これ見てほしい。まだ映像見える人。あれ、セカンドフライぐらいかなと思ったら、抜けてんだよ、宇宙間で。しかも、スリーベース。ね。で、その後、川野がね、ライトへ、きっちり犠牲フライ。これがね、プロ初打点っていうところで、まあ、5回でもね、プロ初安打になって、グッズ、頑張れ、こっから勝負。ね。で、オリックスはね、吉田、6回ホームラン、8回ホームラン、ね、グッズ。で、近藤、ね、ピッチャー、973日ぶりの勝利、ね、トミー・ジョン手術からの復活、グッズ、ね、吉田、2発。グッズ。すぐもう、すごいね。もう復活してきたね。ここで、辻監督が、あそこはフォアボールでも単打でよかったね。ホームランはダメ。ね。こちら、動画の一番最後に、藤本監督と同じように、ちょっと、まとめで上げたいと思いますので、そちらも見てください。ね。で、5月1日、1対2でね、西武というところで、西武先発エンスね、7回101球、7安打3三振、3四球1失点。で、オリックス先発山岡、7回110球、7安打11三振、無四球1失点。まあ、両投手ね、ピンチを作るけども、粘りの投球で、しっかり試合はね、7回投げて作った素晴らしいピッチだったと思います。で、攻撃の方もね、西武はね、2回、7回にチャンスを作って、まあ、2回にはね、山田の犠牲フライで1点取るんだけども、まあ、7回はね、ワンアウトからオグレディね、内安打。で、山田、レフト前ヒットで、8番、牧野、9番、鈴木でね、こう、ワンアウト1、3、2から1本出ずっていうところで。で、オリックスはね、2回、3回、4回、6回、8回、9回、こんだけチャンス作って、まあ、2回のみの、1点。しかも2回、4回で、このラベロのダブルプレイが非常に痛かったね。で、そして結果ね、9回、山川がね、ビドルからホームラン勝ち上げて、2対1で勝つんだけども、これもう、ほんと、もう説明しきったら聞いないけど、もう2回、2、3、4、6、8、9ってチャンス食って一歩も出ないのも痛いね。で、その中で、中島監督もね、リクエストしたけども、画像が荒くてわかんない。際どいところの止めるんだけども、もう、ちょっと画像荒すぎたね。あれではちょっと、ほんと、ね、バレル足入ってるようにも見えなくもないけど、まあ、砂も上がるからどこでベースタッチしてるかもわかんないし、ちょっとね、画像荒すぎて、ファーストもそうだけど、分かんなかったね。でも、ここで一本で、チャンスは圧倒的にオリックスは多かったから、勝てるチャンスはオリックスの方が圧倒的にあったけども、まあ、西武のね、エンス、平良、で、増田、
非常に素晴らしい頑張ったから。で、松田はね、150セーブ。ピッチ。ピッチ。ね。で、オリックスはね、9回。大谷ね、ビッグチャンスの時に、ワンアウト2、3塁。この3ボール、1ストライクから、外のストレート、ストライク取ったんだけど、あれ、打ちに行ってほしかったね。で、結局最後、打ちにね、詰まって、ファーストゴロになってるけど、あれを思い切ってね、打ちに行ってほしかった。別にバットじゃないけどね。俺はあれね、本人もしまったと思ってるんだけど、あれ思い切ってね、ファールでも空振りでもいいからね、振りに行って欲しかったな、と。ね。まあ、オリックスはね、チャンスを作りながら一本ずつ、セーブはね、少ないチャンス。さすが山川の1点。ってね、グホームラン。結果、2勝1敗で、オリックス、勝ち越し、でした。続いてセリーグ。ヤクルト対 DeNA、29日、雨天中止。30日、2対0でヤクルト。1日、雨天中止。ということで、このカードは1試合のみ、ヤクルトの1勝、勝ち越し、でした。まあ、30日ね、2対0でヤクルトっていうところで、ヤクルト先発ね、サイスニード、6回92球4安打、2三振2四球無失点と、まあ、ほぼ完璧、まあ、ペンチ作るもクリーンアップ抑えたっていうところがね、非常に大きかったかなと。逆にね、DeNA はそこがね、大きかった。4回ね、2アウト1塁から牧フォアボール。で、こう外がね、ライトフライ。で、6回にも2アウト2塁から牧がフォアボール。で、外ね、ファーストゴロ。ここでね、外がポーンって1本、ね、ヒットでも打っとけば、大きくね、状況は変わったけども、逆にサイスリードをね、そこをきっちり抑えて、っていうね、ここが勝負のあやだったかなと。で、DeNA 先発上茶谷、6回93球、5安打4三振、4四球1失点、1デッドボール2失点、ね。で、球離れがもう少し、最後ね、抑えが効けると、もっとストレート強くなると思うんだよね。じゃ、もうちょっとなんだよね。そしたらもっとキューンって低めにね、キューンっていくと思うんだよね。でもいいピッチングだったと思います。まあその中でね、3回裏、1500試合出場、青木、グッと、頑張るね。ね。で、2アウト2塁から、ライト前、タイムリー、ね。っていうところで、まあこういったところではね、ヤクルトっていうのは1本出るのよ。で、6回裏もね、ワンダウン2塁から、内山はね、レフトへタイムリーツーベース。キャッチャー打つとね、強いっていうね。で、青木、6回裏、楠本のレフトツーベース。守備も、頑張れ。ね。頑張ってるけどね。必死こいてね。まあ、その中でね、非常にね、ピッチャー陣がリリーフ、梅野、田口、今野、マクガフとね、清水不在の中、しっかりリリーフがね、頑張り切ったっていうところも、ピッチャー陣ね、ピンチは作るも、しっかり防いだことによって、この2対0、最少失点差でね、勝ち切ったところだったと思います。あとは中止なので、ね、ヤクルト DeNA 少なめですけども、これで終わりです。ヤクルトの1勝、勝ち越しでした。続いて、中日対広島。29日1対0で広島。30日4対2で中日。1日4対0で中日。中日の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、29日1対0で広島。広島ね、先発大瀬良。9回117球、2安打4三振、無四球、無失点、完封。まあ、多彩な変化球でね、ローコース、制球力抜群で、グッピッチ。ね。で、中日先発ね、高橋。5回110球、4安打8三振、3四球、1失点。まあ、球数ね、多くなったけども、低めね、ストレート、角度あって、で、高めもね、力あり、で、フォーク、抜群でね、いいところから落とすっていうところでも非常にグッピッチ。まあ、大瀬良がね、ちょっと良すぎた時にね、ここはまあ仕方なかったかなと。で、広島ね、5回表、中京大中京の、高橋、11歳、先発の堂林が、左中間へ、ホームラン。先輩の意地だ。ね。で、広島ね、2回表、2アウト1、3塁からね、上本の、セカンドゴロ打球ね、1塁ランナー、相沢に当たって、まあ、これね、人に当たったらね、ヒットになるんだよね。あれでも、当たんなくてもショートゴロだから、上本はラッキーだよね。久しぶりのヒットっていうところで、ほんと、いつも、俺も思ってた。当たってくれ、もう、ランナー。蹴ってくれ、みたいなね。そしたらヒットになって、どうせアウトだからね。まあ、こういったところもね、面白いところでしたけども、まあ、このね、先輩、堂林の意地の一発で、大瀬良が完封。もうね、他に語るべき要素、なし。高橋も、グピッチ。大瀬良も、グピッチ。堂林、グホームラン。ね、っていう。非常に調べるのが簡単な試合でした。で、30日4対2で中日ということで、中日ね、先発松葉、5回78球4安打2三振2四球無失点と、まあ、投球自体ほんと苦しかった。ボールが先行して、で、1、2回をね、しのいでなんとか5回いけたかなっていうところで、まあ、苦しい中でもね、この試合を作ったっていうところでは非常にね、グッピッチ。ね。で、広島先発森下ね、7回104球、8安打4三振、3四球2失点と。まあ、ランナー出しながらもね、なんとかこちらもね、試合作るっていうところで、まあ、4回5回ね、フォアボールからで、1失点ずつ両方するんだけども、まあ、中日はここね、足を使って2得点、動き出しで動きつけてね、グッと。これはね、本当に去年なかったところかなと。4回もね、岡林がセンター前ヒット打って、で、石川がアウト。で、ビシエドの時に岡林がしっかり盗塁して、で、フォアボール。
で、阿部がレフトでね、タイムリーヒットを打っていって、で、5回にも、ワンアウトから、代打郡司がフォアボール、ダイソーにね、高松が出てきて、1番鵜飼の時にすかさず盗塁。で、鵜飼もフォアボール。で、岡林がね、レフト前、ワンアウト満塁になって、石川がライトへ犠牲フライできっちり1点取ってくるっていうね、この足をね、いい形で使って、この動かしながら取っていくっていうのは、今年のね、立浪監督率いるドラゴンズのね、特徴かなと。まあ、去年ね、そういうのが全くっていうほどね、あまりなかったんで、まあ、それはドラゴンズファンの皆さんが一番わかってると思いますけども、今年は本当にいろんな動きをつけて、攻撃にバリエーションをつけながら、1点をもぎ取っていくっていうところでは、非常にね、森下相手っていうところでね、なかなか連打が出ないんで、非常に素晴らしい、戦略、そして選手の動きだったかなと。あとね、その盗塁っていうところに考えると、ね、キャッチャー坂倉ね、まあ、この日3盗塁許すんだけども、ちょっと動きにスムーズさがなく、ちょっとカクカクしてんだよね。で、相澤がね、ちょっとまあ、怪我したっていうところもあるけども、ここで、ね、まあ、坂倉の丸、ポジションの弊害が出てるかなって、やっぱキャッチャーって繊細だから動きにね余裕もないし、パパって全部やらなきゃいけない中でちょっとスムーズさがないから、そこはちょっとねスローイングもうちょっとスムーズにできるように取り入れた方がねいいかなっていうところはあります。そして、8回表ね、ここで広島が2点取るんだけども、代打松山ワンアウトで、堂林センター前、菊池レフト前、西川がねレフトのタイムリーで、マクブルームライトへのタイムリーで、ワンアウト一三塁から、ここサッカークラブを一本欲しかったね。ここで一気に逆転してたらこの試合勝ってたかもわかんないけども、で、末がね、三振と、ここ2者連続三振。逆に、ここをね、しっかりロドリゲスね、ピンチ作るも、ね、まあ、2点取られるけども、最後ね、パパッと抑えたのは非常に大きかったかなと思います。で、その裏ね、同点になったその裏、ピッチャーね、中崎に代わって、阿部ライト前、高橋レフト前、で、木下ね、ここ送りバントしっかり成功させて、代打アイレル・マルティネス、デッドボール。で、加藤翔平、センターへの勝ち越し。で、代打福留も犠牲フライ。グッド。翔平、加藤、グッド。ナイスヒット。センターへ。ね。いいよ、いいバッティングよ。でも加藤に言いたい。ヒーローインタビュー。ね。大島さんが帰ってくるまで、なんとか頑張って。ダメです。その発言はダメです。チームメイトとしては合格点なんだけども、あそこで言うべきコメントはもうちょっと強気に。ね。今、大島さんが怪我で離脱してますけども、大島さんがいなくなって弱くなったって言われるのは不甲斐なんで、いなくてもこんだけ頑張れる選手がいるっていうところで、頑張って大島さんがいなくても強いドラゴンズをしっかり見せつけるように、これからも頑張っていきます。そして大島さんが戻ってきた時に、いや、加藤も使いたいなっていうような選手になっていられるように、一つ一つのチャンスをものにして、今日の活躍も明日以降続けていきたいと思いますので、ドラゴンズファンの皆さん、応援よろしくお願いします。これが多分俺はベストだったと思うよ。ね。まあ、皆さん、どう思いますか？まあ、その中でね、カープ、先発防御率はこの日までね、セリーグ1位 2.62 なんだけども、リリーフの防御率がセリーグ最下位 4.46 と、やっぱここ改善しなきゃね、ホームテレビのフロントドアでも言ったでしょ、中継ぎが鍵あってね。で、今年のキーマンでも広島行ってでしょ、中継ぎが鍵あって。まあ、こういったところをね、どう、ここからまとめていくかね、広島の不調には。かなりの大事になってくるところだと思います。で、1日ね、4対0で中日ということで、中日柳ね、7回131球、5安打8三振、3四球無失点と、まあ、前回ね、6失点して、の投球の次の週ということで、ここでね、まあ、見事な投球、まさにね、エース、グッド。ね、そういうのを続けないってね、しっかり調整してくるっていうところでは、非常にね、緩急もつけながら、カーブも良かったしね、素晴らしいピッチングだったと思います。でね、広島ね、1回、2回、3回と、チャンス作るも、1本出ずと、まあ、ここキーだったかなと。で、その後ね、ほぼチャンスなくっていうところで、この立ち上がりをね、攻めたかった。柳のね、初回もね、2アウトからだけども、西川ヒット、マクブルームフォアボールで、2アウト1塁で、坂倉アウト。で、2回も、先頭の田中がね、フォアボールで出て、で、上本ヒット。で、玉村ね、バンド失敗。ここもちゃんと送っときたかったね。で、堂林が2アウト1塁からアウト。で、3回も、ワンアウトから、西川がね、石川のファンブルで出塁して、で、坂倉ヒット、ツーアウト一三塁から田中康介ね、三振っていうね。ここで1点1本出てればっていうね。で、中日はね、1回、2回、3回、こっちもね、チャンス作るんだよね。で、その中で3回ね、ビシエドがレフトにね、2点、タイムリー。これはね、ワンアウト二三塁からタイムリー打って、この2点。まあ、このね、攻撃の差だけがね、結局、試合結果に結びたかなと。で、6回ね、ノーアウト一塁から、強打がバンドして、柳。任したぞっていうところで、センターへきっちり犠牲フライ。グッド。ドラゴンズ。あれ思い出した昔の、
小田康平バンドさせて川上健一さん勝負で打たすっていうね状況を見たけども、まあ、こういったところもねピッチャーがしっかりできるとできるわけよね。できっちり犠牲フライ打って、そうするとね9人の野手で戦ってるようになってくるからね。そういったところでもねこの立浪采配グッと、だからベンチの采配とこの選手の信用する力で、選手がそこでしっかり結果を出すっていうところがね、この3連戦非常に、ドラゴンズはね出たかなと、いい戦いぶり、だったと思います。結果ね2勝1敗で中日の勝ち越しでした。続いて巨人対阪神、29日3対2で阪神、30日10対3で阪神、1日8対1で阪神、阪神の3連勝、ただいま6連勝中です。ちょっと買いましたけども、阪神ファンの皆さん、ようこそ、佐々木チャンネル総チェックへ。気分よく見れてるんじゃないですか。ひょっとしたら、今週、やっと開幕して、初めて、今週の金曜日、そして月曜日と、佐々木チャンネル総チェック見に来られたんじゃないですか。勝ってても、負けてても、これを見て、ね、次の週にどういったことをね、考えていくのか、何が起きたのか、調べて、1年間、お付き合いよろしくお願いしますよ。ジャイアンツファンの皆さん、ね、まだ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 、ね、大したことないよ。阪神の開幕のね、連敗に比べたら全然大したことないよ。皆さん、しっかり負けててもね、見て、ね、今週、ね、明日からの試合にね、勉強して、楽しんでいきましょう。見てください。ね。さあ、ということでね、29日、3対2で阪神というところで、阪神ね、先発青柳、9回129球、6安打7三振、1四球2失点と、完投、グッピッチ。もう、これはね、青柳が、やっぱ復帰が、タイガースやっぱ一番大きかったからね、連敗ストッパーにもなるし、連勝もね、つなげていくっていうところで、エース、青柳、グッド。ね。巨人はね、7人左打者並べるんだけどもね、このツーシーム、シンカー、スライダーと両コースに低め、球の力、もう抜群、完璧、もうコントロールもいい。これはなかなかね、打ち崩すの難しいと。で、巨人先発がのね、3回で、肘の違和感で降板というところでね、ちょっとここら辺はね、巨人ファンの人は心配かなと。で、阪神はね、3回表、青柳がね、レフト前ヒット。投げるもよかった、打つのもいいね。首都大学リーグの時、ピッチャー打席立たないのに、打つのもいいね。で、近本中のアウトになって、2アウト1塁からね、佐藤、ライトへツーラン。完璧。超高弾道の、超極撃だったフェンスね。まあ、インコースね、甘く入ったけどもね、あれを甘く入ったところをしっかり打っていくと、もう厳しくしか投げれなきゃいけないから、ボールになって、カウントすごい有利になってくるから、ああいったところをね、仕留めていくと、もっともっと打ち出すね。これは。ね。で、8回表ね、大山のライトでホームランというところで、こう揃い踏み、ね、非常に素晴らしかったかなと。でね、巨人はね、5回裏、大城ライト前。で、この松原のね、セカンドゴロ、これダブルプレイ普通に取れたのに、小畑がね、セカンドへ悪送球。で、ノーアウト1、3塁になって、で、若林、サードゴロ、ね、ファースト大山、3塁ランナー大城が飛び出すんだよね。で、若干見るんだけど、あれそのまま投げても、ホームはアウトになったんだよね。もしくは、ランダムプレイで。で、ダブルプレイ行くんだったらもう見ないでそのままダブルプレイ行きたかったね。で、中途半端になって、結局、ダブルプレイ取れず、ランナーも返すっていうところだったから、エラーとかつかないけど、一瞬の判断っていうところが、ちょっとミスったね。そういったところは気をつけなきゃいけない。で、その後、代打ウォーカー三振。で、吉川センターフライ。これを、近本、フェンス際、ジャンプ一番、グッドプレイ。あれ、取れなかったら、ひょっとしたらこの試合、負けてたかもしれない。それぐらい、ね、このミスが、ね、見えるミス大畑、見えないミス大山っていうミスが続いた中での、このね、近本のチームを救う大ファインプレイ。ガッツビッグ。ね。まあ、阪神ね、ここまでね、守備、エラー少なく来てる、だからこそね、そういったところはまだ続けてね、しっかりやっていきたいかなと。でね、6回表はね、立岡の、三塁ゴロ、ファースト大山、大ビンク。大ベンキャッチングアウト。そういうところもあるからね。判断っていうところはね、気をつけていきたいと思いますね。で、9回ね、青柳キラーの岡本が一発でね、なんとか反撃ののろし上げるけども、まあ、追いつかずっていうね、岡本だけ青柳キラー。ね。で、30日、10対3で阪神というところで、巨人ね、シューメーカー、6回103球、4安打9三振、1四球2失点と、で、阪神、ウィルカーソン、5回105球、5安打6三振、3四球2失点、もう、同投手、安定感っていうね、試合壊さずね、しっかりいいピッチングできたと思います。で、巨人はね、2回裏、丸フォアボール、で、勝木ライト前、で、大城のね、この3ボール、1ストライクからね、エンドラン。これ、まあ、なんでエンドランかっていうと、多分ね、セカンドランナーとファーストランナーのスタートが同じ、スタートタイミングだったんでね。これもし、丸の単独通りだったら、若干ファーストランナーの勝木のスタートがちょっと遅れるんだけども、ここね、同時スタートだったから多分エンドランだったと思う。で、これで、
1点入って、なおもノーアウト1、3塁でシューメーカー、最初からバントの構えしてて、バントしてセーフティースクイズ完成で、3塁ランナー勝木、ホームイン、作戦勝ちの2点、グッズ作戦と選手がグッと、ね、勝木のスタートも非常に良かったね。いいバランスで、いい大リードってね、シューメーカーのバントも良かった。この作戦でね、この2点取っていくっていうね、これしかも下位打線っていうところでは、非常にね、点の取り方としては上手かった2点だったと思います。で、阪神はね、反撃4回、近本フォアボール、で中野ね、セカンド、内野安打。これね、一塁ランナー近本ね、スタートしてて、吉川ね、ダイビング、取ってたら、スーパープレイのダブルプレイだったけども、まあ、とりあえずね、まあ、あれは仕方ない。で、近本ね、三塁行って、ノーアウト、一三塁から中野がきっちり盗塁。ここでね、大城、悪送球、タイムリーエラー、バーッと、それて。ね。で、その後、ノーアウト二塁から、ね、佐藤三振、大山三振、糸井三振、シューメーカー、グラッツ、ナイスピッチング、ね。大城の、あの、タイムリー、冒頭だけが、ちょっと痛いね。で、6回表、ツーアウトから、中野センター前。で、盗塁すかさず。で、佐藤、レフトへ。うまさ見せる、今度は。前日は豪華。今度はうまさ見せる。で、レフトへね、タイムリー。で、その後また盗塁っていうところで、ちょっとね、3盗塁。シューメーカーね、ちょっとクイック遅い。まあ、確かにね、あの、スライドステップ、クイックも若干取り入れてるけども、全体的にちゃんと投げなきゃいけないっていうところで、クイック遅くて、1.40 秒以上になってくるから、ちょっとそこが他のチームはね、狙いどころかもしれない。この盗塁っていうところで、こう、チャンスを拡大しながら、このペースを崩すっていうのは、ひょっとしたらシューメーカーを攻略にとって、この盗塁っていうところが一つのね、攻略をなっていくかもしれない。で、結局ね、最後来たのはよ、2対2でいい形で行ってたのに、7回表ね、6失点、今村5四球、バッと。もう、説明しようがない。もう、ワンアウトからね、糸井フォアボール。で、ロカス、ショートゴロアウトになって、ツーアウトになって、梅のフォアボール、で、代打山本フォアボール、で、近本フォアボール押し出し、で、中野にタイムリー打たれて、佐藤フォアボール、で、大山の時にピッチャー畑に変わって押し出し、ピッチャー変わっても押し出し、で、糸井がセンターへのタイムリーヒットっていうところでね、一気に6点。ジェーンと。もうこれはもう、どうしようもないね。仕方ない。でね、阪神は渡辺、ね、30歳で8勝利、グッド、グッピッチ、頑張ってればね。いいことあるっていうところでね、しっかり勝ち切れたかなというね。で、結果、10対3でね、阪神の勝ち。で、1日、ね、1対8で阪神の勝ちっていうところでね、阪神先発、西純也、7回91球、3安打、8三振、1四球、1失点と、制球、すっごい良かったね。しかも、ストレート、角度ついてて、で、同じ軌道からフォークが落ちるから、あれはなかなか難しいね、対応っていうところでは、非常にね、グッピッチングだったと思います。で、巨人先発高橋ね、5回3分の1、105球、7安打、7三振、1四球、2失点というところで、まあ、2ストライクをね、なかなか仕留められないっていうところで、フォアボール少ないのに、球数多くなった一つの原因だと思うんだけども、そこは何が原因なのかっていうところを探していかなきゃいけないけど、これは阪神打線がね、しっかり粘っていったっていうところもあるけどもね、そういったところで球数多くなったかなと。で、阪神はね、もう、連打、走塁、グッグッっていうところでね、非常にかき回したかなと。この日もね、序盤はね、2回裏にウォーカーがね、センターへホームラン。まあ、あれはもう仕方ないね。西もね、ウォーカーがすごい。ね、1点で進んでいくけども、6回の表に佐藤ツーベース。で、大山がね、内野安打を打って、で、中野が三振になるけども、ワンアウト一三塁から糸原がね、レフト前、同点タイムリー。で、高山代打出てきてファーストゴロアウトになるけども、ツーアウト一三塁から梅野がね、今度またライトへ、反対方向へっていうところでね、ピッチャーデラルサから。まあ、こういったところでツーアウトから1点っていうところはね、非常に大きかったかなと。で、4回表、ピッチャーね、クワハに変わって、ね、昨日バタバタしたから今日はね、勝ち投手いっとこうっていうところで言ったけども、セカンドね、中野が内野安打。で、糸原の時にしっかり盗塁してフォアボール。で、高山がしっかりバンドを決めて、梅の敬遠で代打糸井がね、センターへ、タイムリーヒット。糸井、まだまだ元気。で、近本がね、またフォアボール。で、山本がね、今度レフトへ、タイムリー。ね、っていうところで、やっぱこのフォアボールが絡んでるね、ジャイアンツも、終盤ね、リリーフっていうところでは、ちょっとここのね、バタつき感。で、9回にもね、きっちり点取るんだけども、2アウト1塁からね、近本がレフトへ、ね、ライトへタイムリーツーベース打つんだけども、島田がね、ファーストから一気にホームへ、グッツ、ディストール。こういったところのちょっとした男がね、すっごいね、噛み合ってきたね、タイガース。いい感じで、ガオーって言ってもう起きたね。そういったところでは面白い展開になってきたんじゃないでしょうか。あと巨人で言うとね、試合が登録された菊池ね。まあ、29日の試合も2回25球、1安打2三振無失点と、まあ、投げっぷりね、非常にグッと。こういったところはね、巨人の三軍性がね、やっと生きてきて、そういったね、ところの若い層の頑張りっていうのが、力つけてくるようになったんじゃないのかなとね。まあ、この1日の試合もね、しっかり抑えましたしね。そういったところでは巨人の若手のね、躍動っていうところは楽しいですけども、もっとね、カチッとしないと、フォアボール、ね、撲滅っていうところがね、キーポイント。
阪神強かった。3連勝でございます。さあ、そして、全試合終わりましたけども、最後にですね、まあ、先ほどね、言った、30日の試合での、モイネロのね、4失点。藤本監督のね、あそこはホームランが一番いけないっていうね、リード面を考えないかんよね。あそこはホームランが一番いけないところ、警戒心を持っていかないと、こういう形になってしまうとね、いう監督の会に対しての苦言というところがね、ありましたけども、そのことに対して、キャッチャー出身の里崎がね、思うことっていうところで、もう、あの状況で考えると、もう、多分ベンチから見ててもわかると思うんだけども、モイネロが、もう、そんなコントロールもついてないし、ストライク取るのに、四苦八苦してる状況ね。っていうところで、もう銀次にね、フォアボール出したのもそうだし、もう四苦八苦してる状況の中で、西川にワンボールワンストライクからホームランを打たれるんだけども、いや、あの状況でキャッチャーはもうどうしようもないよ。それコースも投げてほしいし、低めも投げてほしい。だからホームラン打たれないように、回は多分アウトコースを選択したのはね、ど真ん中に入ったけども、もうそもそもモイネロがコントロールついてないんだから、どうにかせなあかんとか、リードに苦限定されたって、もうストライク取るのに四苦八苦してて、制球ついてないのに、そらそうなるでしょ。もうあそこ力勝負でしょっていうね、あと変化球どう投げるかっていうところだけで、もうそれを言うんだったら、俺はもう銀次にフォアボール与えた時点で、まだ加山が残ってたから、そこを加山に変えるべきだったと思う。ベンチとしてのやるべきことは。あんな制球がばらついてて、なかなかストライク取るのも四苦八苦してて、フォアボールになってるピッチャーに対して、もうちょっとコース投げろよとか、もうちょっと四隅投げろよと、ホームラン打たれちゃいけないんで低めだぞって言ったって無理よ。キャッチャーも限界あるよ。そういったところでは、会がかわいそう。あれはもう、キャッチャーを守る会、名誉会長、非公認、佐々木智也としては、やっぱあれはね、言うべきところ。やっぱあれはキャッチャーかわいそう。そうやって言ったらね。あれはもうどうしようもない。それだったらその前のカーツのダブルプレー取れなかったこととかを、やっぱ責めなきゃいけないし、ピッチングコーチにそういったところをちゃんとできるように言わなきゃいけないから、何でもかんでもキャッチャーに言われたって、コントローラー持ってるわけじゃないから、やっぱなかなかね、厳しい。ね。会もいろんなファンの人から言われてるけども、それはなかなか、厳しいよ。それはもうキャッチャー一番分かってることよ。ホームラン打たれてはいけないっていうね。でも、制球に宿泊してるピッチャーに、それを見込んでちゃんと投げるようにしろって、それは無理よ。コントローラーあるわけじゃないからね。だから、さすがにそれはね、回がかわいそう。だから俺はね、言いたい。言っときたいっていうところでね、今発言ました。あとね、もう一つあるのが、西武ね、辻監督。まあ、主砲の2発に死ぬんだ、吉田正尚ね、いずれもホームラン打たれたんだけども、まあ8回の本塁打は考えないといけないと。状況的に勝負しなくても全然いいわけだから、単打、フォアボールで問題ないと思っていただろうけど、結果打たれたらダメと。防げるところは防いでいかないとっていうね。結果打たれたらダメが一番きついよ。それだったらもう申告敬遠してほしい。もし俺がキャッチャーだったら。ホームラン打たれないようにみんなリードするからね、キャッチャーは。それがホームランを打たれるわけよ。それがね、じゃあまあこう、失礼になるけど、福田とかね、若月。ね、伏見とかね、じゃあ西野とかね、そういったところにね、ホームラン打たれて、それはまあホームランいけないよって言われるんだったらまだわかるけども、吉田なんて今もオリックスで一番ホームラン打つ確率が高いバッターに勝負しに行ってホームラン打たれるんだってもう無理よ。もうそれだったらフォアボールしかないのよ。でもフォアボールでいいんだったら申告敬遠してほしいのよ。勝負に行くっていうことは、やっぱり、どんなに際どいとこ投げてもホームラン打たれる可能性もあるし、ど真ん中投げても三振する可能性あるし、勝負に行くっていうことは少なからずホームラン打たれる可能性は数パーセントは絶対あるわけ。そのバッターによって 10% に上がるかもしれないし、吉田だったら上がってるわけよ。それを、単打 OK って、それみんな思ってるって。単打 OK やと。だからアウトコース中心になるわけじゃんね。で、それでも打たれることがあるわけ。でもそれでもフォアボールでいいのに打たれやがってって言うんだったら、もう申告敬遠してほしい。これがキャッチャーとしての意見です。ね。みんなね、現役選手はみんななかなか言えないから、それをね、代わって、佐々木チャンネルで言っていきたい。ね。フォアボールでもいいんだったら、申告敬遠してほしい。制球ばらついてるピッチャーにちゃんと投げるは無理です。さあ、ということで、ベストライン発表していきましょう。パリーグから、ピッチャー、西武、高橋光南、チームは負けたけど、グッピッチ。キャッチャー、ロッテ、佐藤俊也、守備頑張れ。ファースト、ロッテ、山口、俳句か川柳なのか。セカンド、ソフトバンク、三森、一番定着。サード、オリックス、宗。さあ、こっから行こう。ショート、西武、源田。
上位固定で好調1。レフト、日本ハム、今川、スマイルキング。センター、ソフトバンク、柳町、レギュラー獲得。ライト、西武、オグレディ、打てば打線つながる。DH、オリックス、吉田、12安打、3ホーマー、7打点。リリーフピッチャー、楽天、松井裕樹、守護神。こちらちょっと、あと山川でしょ？ファースト守ってないのよ。DH。あと、楽天、西川。もう今川と悩んだけども、スマイルキングにした。ね。だから、ちょっと打ってるやつ多すぎて、ちょっと難しかったね。今週は。ね。続いて、セリーグ。広島、ピッチャー、大瀬良、長崎日大高校。キャッチャー、広島、坂倉、星の守備頑張れ。ファースト、阪神、大山、6連勝の立役者。セカンド、巨人、吉川、1番定着。サード、巨人、岡本、4ホーマー、若大将。ショート、阪神、中野、高層、グッド。レフト、阪神、糸井、鉄人。センター、広島、西川、天才打法。ライト、阪神、佐藤輝明、4番打者へ。リリーフピッチャー、阪神、岩崎、新守護神。ね。っていうところで、こちら、ベストナインになります。今週はね、ちょっと打つ選手活躍して、あとヤクルトDeNAはね、ちょっと1試合しかなかったんで、ノミネートね、なかったと思いますが、さあ、続いて、猛暑送り事故、続いて、DeNA 対中日。ね。3日からゴールデンウィークになりますけども、中日の皆さん、DeNA、試合してないんで、情報わかんないです。頑張って。DeNA の皆さん、中日、投手力、上がってきて、走塁かき乱してきますからね、ピッチャークイック。気をつけてくださいよ。次、阪神対ヤクルト。ヤクルトの皆さん、寝てた虎が起きました。ニャオからガオになりましたよ。気をつけて。来るよ来るよ。足も打つも絡めながら、ピッチャーも良くなってきた。気をつけて。阪神の皆さん、ヤクルト、そんなに試合してないんですけども、青木がベテランで頑張ってました。ね、勢い乗って行きましょう。虎よ、駆け上がれ。広島対巨人。広島の皆さん、巨人、リリーフがバテて、バタバタしてます。終盤、ね、諦めないで頑張っていきましょう。巨人の皆さん、カープ、リリーフがバタバタしてます。これ、防御率もセリーグで一番悪いですよ。終盤、諦めないでガンガン行きましょう。さあ、続いてパリーグ。西武対ロッテ。西武の皆さん、ロッテ、山口が、打つよ。山口祭り。外国人がね、不発なんで、高部、山口、気をつけていきましょう。ロッテの皆さん、西武、山川、打たれたら終わりますよ。絶好調。和尚へ、行かれますよ。気をつけてね。日本ハム対楽天。楽天の皆さん、日本ハム、若手が、躍動、スマイルキング、今川、いい形で来てますよ。ね、そこら辺、抑えていきましょう。巨人乗ってきますよ。ニパームの皆さん、ノンテンダーにした西川が大活躍。気をつけて、今もうかき回してますよ。ソフトバンク対オリックス。オリックスの皆さん、ソフトバンク若干ガタついてます。ここ、一気に行きましょう。ソフトバンクの皆さん、オリックス、山本来ますけど、ここしっかり勝てば、上行きますから、ゴールデンウィーク。まだまだ頑張って、回、負けるな、頑張れ。ね。さあ、ということでね、申し訳事故終わりましたけども、ゴールデンウィークね、どんな戦いになるのか、皆さんプロ野球楽しんでいきましょう。それでは皆さん、良いゴールデンウィークを。